はい、というわけで、やっと私こと胸のりが仲間になったので、まだやってないですね。恒例の装備チェックをしてみよう。間違えた。装備チェックをしてみよう。ドン。やはり私もフルチンなのか。ああ、せめてふんどしぐらいは履かせてほしかった。なんてね。なんて読むんだろうな、この武器。草薙かな。ちなみに特殊技能は持ってるのかな、俺は。ほう、捨て身。自身を興奮状態にする。バーサクモードですね。連切り？あれ？これって、あれ？これって確か、あれ？ちょっと待って、おかしくないか。なんで貝は、5で、精神力5で使えるのに、俺は精神力10使うんだ。うん、まあいいだろう。まあいいだろう。あとちょっと、BGM がでかくて戦闘の時にびっくりするから若干下げてみるか。ちっちゃくなったのかな？まあいいか。さて、じゃあせっかくだからバトルをしてみたいですね。来た。よし。お主たち。全員防御していろ。ここは、俺が引き受けた。通常攻撃、ビシ。チッ！特殊攻撃やってみよう、捨て身。行くぞ！ん？聞いてないんじゃないか？ちょっと待って。聞いてないんじゃないか。今あんまちゃんと見てなかったけど、聞いてないんじゃないか。俺の攻撃、連切り。と、何も聞いてない。ちょっと待って、そうだった、忘れてた。確か前回全然攻撃が通らないバグみたいなのに遭遇して、それから変わってないのか。うわー、これ俺クリアできないんじゃない？大丈夫なのかしら。とりあえずまあ行けるとこまで行ってみますか。もうダメだってなったら一回やり直して、ここまでリカバリー。いやー、まあ行けるとこまで行ってみますか。ちょっと戦ってみっか、もう一回。ダメだもん、攻撃が一切通らない。え、これやばいんじゃない？はい、というわけで、状況を説明します。おそらく、何らかのバグにより、イベントが消滅したんじゃないかなっていうような状況に陥っております。ここ、ノースカイザーランド、今、20分ぐらいですかね、隅々まで歩いてみたんですが、どうしても他のところに行けるところが見つけられませんでした。それからこの街の中もちょっと散策してみたんですけど、どうやら宿屋以外に入れるところもなさそうで、宿屋に泊まってみたりとかをもう一回したんですが、なぜか何も起きないんですよ。で、まあ戦闘で、あれですね、攻撃が全く通らないっていうバグも併発しているので、これは、ちょっと、進むのが難しいな、というような状況になってしまいました。どうしようかなって考えたんですけど、私としてはこのストーリーを、まあ、最後まで見たいので、一旦ここで、このセーブデータは諦めて、もう一度、一からやり直してここまで来ようと思います。なので、この動画が上がってるのは、おそらく、ちょっと、いつもよりも更新頻度が低くなってるとは思うんですが、頑張って、またここまで戻ってきます。ご覧の皆さんは多分、一瞬でここまで戻ってくると思うんですけども、私は今から戻し作業をやってきます。それでは、行ってくる。はい。というわけで、1時間弱ぐらいかけてですね、
戻ってまいりました。今の状態のお話をしましょうか。まずですね、装備をですね、じゃん、新しい武器、それからかっこいいパンツなんかもキースに履かせてみました。キノコのイベントであぶく銭が手に入ったので、みんなにね、ちゃんと装備新しいのを買ったり、もちろんセクシーなブラジャーも買ったり、こんな感じで全員に新しい武器を、ユリエだけはブラジャーもパンツも装備できなかったので相変わらずすっぽんぽんでございます。こんな感じでございます。それからね、地味に自分の武器だけは買っておいたりとかやりながら戻ってまいりましたというところで、さてキース、ここのイベント一回見たんだけどな、もう一回ここからやりますから。船乗り、お主たちついていたのか。ついていたのか。1時間かけて戻ってきた。ああ、ちょうど今な。元気そうね、胸のり。ちょっと飛ばしていいかな。飛ばそう。ここのスチ。では胸のりさんはと避ける。で、宿屋で話を聞こうっていう話になったんだ。ここまでは来た。宿を取ってやるから、なんたらかんたらみたいな。あ、そういえば、戻し作業の間に、どっかの町の宿屋の屋根に乗れるっていうバグがあったんで、その映像も多分今出てると思います。さて、問題はここだ。問題はここ。これで一泊すればいいんじゃねえのか。あれ違うの？マジか。とりあえずせっかく買ったから自分の装備も新しいのにしとこう。よし。そうだ、思い出した、自分のパンツも買っといたんだ。パンツも履ける。よし、これですっぽんぽんはユリエだけだな。いや、そんなのどうでもいいんだ。そんなことよりもだ、次どこに行ったらいいんだっていう話よ。あとそう、全然攻撃が通らないバグあったんですけど、あれも多分ね、今は大丈夫なはずなんで、ちょっと一回戦ってみましょうか。多分ね、大丈夫なはずですよ。ほら、よし。やったー。攻撃通った、よかった。なんで攻撃通っただけでこんな嬉しいんだろう。ちょっとやっぱり BGM 大きいですね。75ぐらいでいいんじゃないかな。さて、とりあえず進めるっていうことは分かったんだけど、次どこへ行ったらいいかっていうのは分からないし、この後のイベントがどこに起きるのかってのも分かってないんですけど、ちょっと徘徊してみます。とりあえず、ここかよ。わかんねえよ、マジか。ここか、あった。なるほど、アーデルハイト殿の元恋人が北の巫女の予言にある世界を滅びに導くもの。やばい、長かった。ここか。そしてキースがそれを止める救世主が、なんと数奇な。いつも夢を見るんだ。セシリアっていうカイの妹にあたる少女が俺に助けを求めてる。力を貸してくれませんか、胸のりさん。断る理由などどこにあるも、どこにもあるまい。修行を積める上、人助けになるんだ。この上ない光栄だ。それで、クラウスは大麻の杖を手にしたかどうか不明だと言っていましたね。はい。胸のりさん、我々は北の関所周辺の様子を伺い、必要であれば魔族をどうにかします。どうにかします。ほう、なるほど。
関所の兵士はまだ汚染は確認されていないと言っていましたが、それも定かとは言い切れませんから。ふむ、一度汚染されてしまった地はセシリアが浄化しない限り永久に魔物の受け入れ口となってしまいます。へえ。そうなったら人間側が明らかに不利、最悪スノーラーさん平定戦の二の舞です。それはやばいだろ、早く行こうぜ。そうだ、支度といえばキース、これを預けておく。何？平かて丸、なんだろうそれ。なんだよこれは。なんて読むかわからないな。平かて丸という素早く栄養補給できる携帯食だ。おお、カロリーメイトだ。そりゃすげえ、ありがとうな宗則。では出発しましょう。南下してステシア国側の関所を目指すのです。わかった。やっと進んだ、ここだったのか。全然わかんなかった。やったぜ。ちょっと待て、じゃあ俺は前の3時間半プレイしたプレイデータを捨てたのは意味がなかったのか。いや、そんなことはない。あのプレイデータはだってもう攻撃が通らなくなっていたからな。そう考えたらまあこれはあってしかるべき行動だったんだ。南だな。ステシア国の国境。よーし、じゃあ爽快に戦っていこうじゃないか。 PC、そう、みんなの技とかもせっかく覚えたのももうなくなっちゃったからな。待て、ここは俺に任せろ。みんな防御していろ、俺が決めてやる。ふむ、とさらばだ。うん、俺に任せろ、全員防御していろ。とさらばだ。それにしても俺弱くねえか。まあ全員防御してろ。捨て身やってみよう。行くぞ。あれ、何になったん。これで強くなったの。攻撃、通常攻撃が強くなってる。強くなってねー。何だったんだ捨て身の意味は。何だったんだ。まあいいや、連撃な。捨て身の意味は何だったんだ。ところで、うん、これ長いだけだな。普通に倒します。いやー、やっと進めるぞ。このアーデルハイトの全体攻撃がね、優秀すぎてもうザコどうせね、これヘビしか出ないんで、ヘビゲーなんで。お、間違いあった。やったー、ハイソン。おいおい、お前たち命令を聞いていないのか。なんだよ、いきなり。ここには近づくなと王国からお触れがあったぞ。申し訳ありません、我々はステシア国幕の内市から船で参りました、旅の者です。幕の内市から。またか。またとにかくここは立ち入り禁止だ。冒険者だろうが腕利きの剣士だろうが通すわけにはいかない。お引き取り願おう。そうはいきません、我々には北の巫女の予言に従い魔族と戦う義務があります。何人たりともここを通すなと命令を受けている。帰らないなら力ずくになるぞ。な、あ、マジ？俺たちやるの？こいつと。怖い。いいですか、こうしている間にも汚染が始まり、またこの国が混乱に陥る恐れがあるんです。あなたのような下っ端にいちいち伝えていないんだ、いないだけで、王国は救世主を待っているんですよ。時間がないんです。ここを通してください。何これ？うるさい！どうしても通りたければ、王の許可を取ってこい！時間がないと言ってるでしょう。ダメと言ったらダメだ。許可を持ってくるまで、ここは絶対に通さん。
あーめんどくせー、やっちまうか、キス。あ、やっちまった。ギャー、ちょっとキス、しょうがねえだろ、あいつ人の話聞かないんだもん。業務妨害罪ですが、まあこの際仕方がないでしょう。フレデリック先生までどうなっても知らないわよ。罪なら償い、罪ならいくらでも受けるさ。うん、魔族を倒した後でな。罰ならか。同感だ。もう本当に知らないんだから。ということで廃村に参りましたと。いやー、とりあえず物語が進んだってだけは本当に嬉しい。あー、よかった。俺もう終わったって思ったからな。攻撃は通らねえし、どこに行けばいいか全然わかんねえし、大変だったな。お、こりゃひでえな。何が汚染は確認されていないだ。もうこんなに被害が広がっているじゃないか。ないですか。ねえ、北の巫女はこの状況に気づいていないの？セシリアがいないともうダメな状況なんじゃ。そうだな。でも呼びに行ってる時間はないぜ。近くに魔族に通じる穴があるはずです。ほう、魔界に通じる穴があるはずです。浄化ができないまでも破壊して時間を稼ぐことならできます。ほう、その間にセシリアと北の巫女を呼びに行くのが最善です。早く行こうよ、ここ苦しい。妖精にはかなり酷な状況です。急ぎましょう。あ、穴を一時的に封鎖するんだな。やってみよう。ちょっと待て、俺のセリフがないじゃないか。まあいい。いやいや、進んだ、よかった。とりあえずセーブして今日はここでやめよう。まだまだ続けられそうですね。ここにビシッと。